ポジャネットスクール日本語クラスへようこそ。みなさんこんにちは。ようこそホジャネットスクールへ。大家好，欢迎来到互相网校。我是大家的卡奥利先生香香老师。这节课我们继续进行新编日语第十课的学习。第十课是复习课。上节课我们复习了日语中句子的种类，以及两种连用型的变形方式。日语的句子一共分为四类：判断句、描写句、存在句和叙述句。判断句是名词谓语句，表示什么什么是什么的意思。描写句是以形容词或形容动词为谓语的句子，用来描写事物的外形或者性质。存在句是用存在动词ある、いる作谓语的句子，表示某人某物在某处，或者某处有某人或某物。最后的叙述句是动词谓语句。目前我们学了一般形态和持续体。一般形态表示现在或将要发生的事情，或者经常反复性的动作，而持续体表示某种动作正在进行，或状态正在持续。好，上节课的内容就复习到这里。这节课还是复习课，我们要复习的是令不少同学头疼的助词的用法。先来看一看，截止到目前，我们都学了哪些助词吧。首先，格助词我们学习了お、で、に、から、まで、还有、が。并列助词学了と的用法。副助词学习了ほど和か。接续助词有、が、ながら、还有、て。提示助词是、ば和も。最后、中助词我们学习了よ的用法。一个一个来看吧。首先、O 的用法，最早接触 O 的时候，它表示的是句子中的宾语，比如读报纸，新聞を読みます。吃早饭，朝ごはんを食べます。紧接着，我们又学了 O 的其他两种用法，一个用法是表示离开的地点，比如离开大学。大学を出ます。并且 O 还有表示移动路径的用法，比如小河从公园中流过，大家想想怎么说？川が公園の中を流れています。再来看一看 で 的用法，这个助词有很多种用法，最开始我们学的是它表示做某事的场所，比如在食堂吃饭，食堂で食事をします，或者ご飯を食べます。在操场打篮球，運動場でバスケットボールをします。然后又学习了它表示范围的用法，比如这间店是上海最大的。この店は上海で一番大きいです。で还可以表示做某件事的状态，前面一般是加人数，比如说两个人吃饭。二人で食事をします。一个人去。一人で行きます。で还可以表示做某事的手段方法，比如骑自行车去市里。自転車で街へ行きます。下面我们来看一看助词に的用法。我们所学的に的第一个用法表示时间点，比如他六点起床。彼は六時に起きます。に还可以表示比例或分配的基准，比如日语课每天两个小时。日本語の授業は一日に2時間です。に还可以表示动作的着落点，比如到达上海。
上海に着きました。在后续表示移动的动词时，你还可以表示移动的地点，比如去上海，既可以说成上海へ行きます，也可以说成上海に行きます。へ侧重于移动的方向，而に则侧重于移动的地点。除此之外，你还有表示动作对象的意思，比如给妈妈打电话，お母さんに電話をします。给他送礼物。彼にプレゼントをします。に和で的用法在日语的助词当中是比较复杂的，不过也不是完全没有规律可循。大家要记住，に这个助词就是一个点的概念，不管是时间点、动作的着落点，还是分配的基准点，都有一个点的感觉在里面。而 day 从整体上来看，则代表着一个范围，这一点以后我们学多了，大家就会有更深的体会。下面说一说比较简单的 kara 和 made。kara 表示起点 ，made 表示终点，这两个词都可以用来形容时间或空间。比如，课八点开始，授業は8時から始まります。一直学习到晚上十点。夜十時まで勉強します。从家到学校走路要花十分钟。家から学校まで歩いて十分かかります。再来看一看主格助词が。が是表示主语的。我们前面已经讲过很多次它跟哇的区别。在什么情况下主语后面只能用嘎而不能用哇呢？一种情况就是疑问词做主语，主语是未知的，后面只能用嘎。比如教室里有谁在啊？教室に誰がいますか？还有一种情况是描述客观的自然景色，比如有许多花朵盛开。花がたくさん咲いています。这种情况下也需要用が。说完了格助词，再来看一下并列助词と。我们最初学的と是表示并列的含义。比如桌子上有书和本子。机の上に本とノートがあります。と还可以表示动作的对手或对象。它要加在表示动作的对手或对象的名词后面，比如跟朋友一起去公园。友達と一緒に公園へ行きます。再来看一下副助词ほど，它加在数词后面，表示一个大概的数量，比如他大概十天以前去了北京。彼は10日ほど前に北京に行きました。接下来是副助词か。这个か可不是表示疑问的中助词か。它用在疑问词的后面，表示不确定。比如教室里有人在吗？教室に誰かいますか？星期日你要去什么地方吗？日曜日どこかへ行きますか？接下来看一看接续助词。接续助词顾名思义就是连接两个句子的助词。用接续助词が连接起来的两个句子，既可以表示瞬间的关系，也可以表示密切的关系。比如，不好意思，请问你多大了？失礼ですが、おいくつですか？这里面的が就是瞬间的用法。再看这句，这个苹果虽然便宜，但是不好吃。このリンゴは安いですが、美味しくありません。这里面的が就是逆接的用法。接续助词ながら表示动作同时进行，接续动词的ます形。比如一边听音乐一边写作业。
音楽を聴きながら宿題をしています。表示中顿的て，我们之前已经复习过了。用て连接起来的两个句子，可以是并列或者先后关系，也可以表示轻微的因果关系。比如说，教室又大又干净。教室は大きくて綺麗です。暑假结束了，新学期开始了。夏休みが終わって、新学期が始まりました。提示助词は和も表示提示、强调，还含有对比的意思。它们可以提示句子的任何成分。提示哪个词就放在哪个词的后面。比如我想说，电视我可是不怎么看的。テレビはあまり見ません。从这儿到公园不太远。我想强调到公园应该怎么说呢？ここから公園までは遠くありません。如果我想强调从这里又应该怎么说呢？ここからは公園まで遠くありません。那么如果我想强调不远。ここから公園まで遠くはありません。再举一个もう的例子。比如日本也有许多的节日。我想强调的是日本。就要说成日本にもいろいろな祝日があります。如果我想强调的是节日，日本有的不是别的，而是节日，那就应该说日本にはいろいろな祝日もあります。好，最后我们再来看一下中助词よ。よ放在句子的末尾，表示加强语气，用于向别人传达一件他不知道的事情。比如小李你朋友来啦。李さん友達が来ましたよ。我们之前还学过一个中助词ね。大家还记得它的意思吗？就是向对方征求确认的意思。如果一件事情说话的双方都知道，就应该用ね。而如果说话人知道，听话人不知道，就应该用よ。好，助词的复习就到这里。助词的用法是日语学习中比较难的一个环节，希望大家在平时的学习过程中也要及时做好复习和总结。接下来第二单元还剩两个没有复习到的语法，我们一起来看一看。首先是副词あまり的用法，あまり后续否定，表示不怎么不太。比如他不怎么吃面包，彼はあまりパンを食べません。我不经常运动。私はあまり運動しません。下一个句型是体言加になります，表示一种状态的变化。比如，他当上了大学老师。彼は大学の先生になりました。已经12点了。もう12時になりました。好，现在第二单元的所有语法我们都复习完了，同学们是不是已经烂熟于心了呢？皆さん、練習の時間ですよ。ちょっと練習しようね。
接下来我们一起来学习第十课的绘画。先跟老师读一下绘画的前半部分吧。ごめんください。はい、どなたですか？ようです。ああ、ようさん、いらっしゃい。こんにちは。こんにちは。どうぞお入りください。はい、では失礼します。どうぞおかけください。ありがとうございます。お茶をどうぞ。どうぞお構いなく。連休はもう終わりましたか？ええ、昨日学校が始まりました。連休はどうでしたか？とても楽しかったです。どこかへ行きましたか？ええ、国へ帰りました。そうですか。お国はどちらですか？青島です。いいところですね。知っていますか？もちろん知っていますよ。青島ビールはとても美味しいですね。どうも。何日間いましたか？5日間ほどいました。船で行きましたか？いいえ、飛行機で行きました。航空券はいくらでしたか？800元ぐらいでした。お家は海から遠いですか？いいえ、遠くありません。お家から海までどのぐらいかかりますか？歩いて15分ぐらいです。そうですか。じゃあ毎日海岸を散歩しましたか？ええ、毎日夕食の後。兄と一緒に海岸を散歩しました。それはいいですね。好，我们来看一下这一段的内容。ごめんください。请问有人在吗？はい、どなたですか？来了，是哪位呀？ようです。我是小羊。啊，ようさん、いらっしゃい。啊，小羊啊，快请进来。こんにちは。你好。こんにちは。どうぞお入りください。你好，快请进吧。はい、では失礼します。那我就打扰了。失礼します不仅有告别的意思，它的本意是失礼了。
在这里就是打扰了的意思。要结合上下文来理解。どうぞおかけください。请坐吧。ありがとうございます。谢谢。お茶をどうぞ。请喝茶。どうぞおかまいなく。おかまいなく。意思是别管我了。在这里是一句客套话。您别那么客气，别张罗了。宫本问道，連休はもう終わりましたか？长假已经结束了吗？ええ、昨日学校が始まりました。是啊，昨天就开学了。連休はどうでしたか？长假过得怎么样？とても楽しかったです。非常开心。どこかへ行きましたか？这个か我们刚刚学过，表示不确定。你去什么地方了吗？ええ、国へ帰りました。是啊，我回家了。这里的国指的是ふるさと、故乡的意思。そうですか。お国はどちらですか？这样啊，你家在哪儿？青岛です。我是青岛人。いいところですね。青岛这地方可真不错啊。知っていますか？你知道吗？もちろん知っていますよ。もちろん、当然。我当然知道啦。句尾的よ在这里用来加强语气。青岛ビールはとても美味しいですね。原来宫本是因为有名的青岛啤酒而知道青岛这个城市的。这句话句尾的ね表示向对方征求确认，说明双方都知道青岛啤酒有名这件事。小羊说どうも，这里どうも是什么意思呢？它是どうもありがとう的简称。谢谢你的夸奖。何日間いましたか？你在家待了几天呀？这里面的間是一个接尾词，加在时间名词的后面，表示一段时间。大家还记得间做名词的时候读作什么吗？是間，不要忘了。小羊回答道，我在家待了大概五天。五天的读法和五号是一样的，大家还记得怎么念吗？5日間ほどいました。船で行きましたか？你是坐船去的吗？いいえ、飛行機で行きました。不，我坐飞机去的。航空券はいくらでしたか？那机票大概多少钱呀？800元ぐらいでした。800块左右吧。お家は海から遠いですか？你家离海远吗？いいえ、遠くありません。不，不远。お家から海までどのくらいかかりますか？从你家到海大概要花多长时间？歩いて15分ぐらいです。走路15分钟吧。そうですか。じゃあ毎日海岸を散歩しましたか？是吗？那你每天都沿着海岸散步吧。这里面的お表示移动的路径，沿着海岸散步。ええ、毎日夕食の後、兄と一緒に海岸を散歩しました。是啊，我每天晚饭后都和哥哥一起沿着海岸散步呢。それはいいですね。那真的太好了。看一下这部分的实用短句。第一组、ごめんください。はい、どなたですか？第二组、どうぞお入りください。はい、では失礼します。第三组、おかけください。お茶をどうぞ。どうぞお構いなく。这三组短句都是去别人家拜访时常用的客套话。下面询问对方家在哪里。お国はどちらですか？下一组询问待了几天。何日間いましたか？5日間ほどいました。好，我们接着看绘画的第二部分。跟老师一起朗读一下吧。
ご家族の皆さんはお元気ですか？ええ、おかげさまでみんな元気です。ご家族は何人ですか？私を入れて5人です。両親と姉一人と兄一人がいます。私は末っ子です。そうですか。失礼ですが、お父さんは何をしていますか？父は海洋研究所に勤めています。お母さんは？母は以前、紡績工場で働いていましたが、今年、定年退職になりました。お姉さんとお兄さんは？姉は大学を卒業して、中学校の教師をしています。兄は病院で働いています。ところで、宮本さんは連休の間にどこかへ行きましたか？ええ、ヨースコ地域へ行って、いろいろなところを見学しました。あそこの発展は随分早いですね。本当に驚きました。そうですか。今日は長い時間お邪魔しました。そろそろ失礼します。それは私のプレゼントです。チンタオビールです。いや、わざわざどうもありがとうございます。では、失礼します。さようなら。さようなら、気をつけて。好、我们来看一下这一部分。宫本问道、ご家族の皆さんはお元気ですか？你家里人都好吗？ええ、おかげさまで、みんな元気です。是啊、托您的福、大家都很好。ご家族は何人ですか？你家有几口人？私を入れて5人です。算上我一共有5口人。両親と姉一人と兄一人がいます。有我的父母和一个哥哥一个姐姐。私は末っ子です。我是最小的孩子。そうですか。失礼ですが、お父さんは何をしていますか？是这样啊。冒昧的问一句。你父亲是做什么工作的呢？父は海洋研究所に勤めています。我父亲在海洋研究所工作。注意、勤める前面要用に。お母さんは？那你母亲呢？母は以前、紡績工場で働いていましたが、今年定年退職になりました。我母亲过去在纺织工厂工作。这里面、働く前面要用で这个助词。但是他今年已经退休了。前后两个分句由接续助词が来连接。这里面が表示的是瞬间还是逆接呢？当然是逆接啦。前后两句是转折的关系。宫本接着问，お姉さんとお兄さんは？那你的哥哥姐姐在哪工作呢？姉は大学を卒業して中学校の教師をしています。我姐姐大学毕业后
在中学当老师。大学を卒業。を表示离开的场所。教師をしています。我们讲过了，表示从事教师的职业。兄は病院で働いています。我哥哥在医院工作。ところで、宮本さんは連休の間にどこかへ行きましたか？ところで表示转换话题。对了，宫本，你长假的时候去什么地方玩了吗？ええ、よすこちいけいっていろいろなところを見学しました。是啊，我去了长江流域一带，参观了许多地方。あそこの発展はずいぶん早いですね。那里的发展真快啊。这里面的ずいぶん包含有一种超出预想的意思。所以宫本说，本当に驚きました。我太吃惊了。そうですか。今日は長い時間お邪魔しました。是这样啊。今天已经打扰你很久了。そろそろ失礼します。那么我该告辞了。这是向别人道别的时候常用的客套话。これは私のプレゼントです。青岛ビールです。小羊还给宫本带了礼物，就是青岛啤酒。呀，わざわざどうもありがとうございます。宫本非常感动地说：“哎呀，你还特地带了礼物过来，真是太感谢了。”では失礼します。さようなら。那我走了，再见。さようなら。気をつけて。再见。路上小心。好，我们来看一下这部分的实用短句。首先是询问工作。失礼ですが、お父さんは何をしていますか？父は海洋研究所に勤めています。第二句、母は以前紡績工場で働いていましたが、今年定年退職になりました。注意、退休的说法。第三組、宮本さんは連休の間にどこかへ行きましたか？ええ、ヨースコ地域に行って、いろいろなところを見学しました。最後一句、向别人道别时候的客套话。今日は長い時間お邪魔しました。そろそろ失礼します。皆さん、練習の時間ですよ。ちょっと練習しようね。
好，今天的内容就讲到这里。今天的作业，一，继续复习日语中助词的用法，最好根据书上的内容自己总结一个表格。第二个作业，熟读对话，背诵实用短句。第三个作业是预习读解文的内容。好，今天的内容就讲到这里。皆さん、またね。